本当にお人よしな子たち。ついさっき会ったばかりの私のために命を懸けて戦うなんて。何時の目的のため協力を仰いでみてはどうだ。戦力としても申し分なかろう。戦力としてはね。でもあんなに優しい子たちが復讐なんて血生臭いことに手を貸すと思う？復讐って何ですか？それにハーゼさんの隣にいる青少女、カードから感じた気配と同じです。その青少女を懲らしめるためにオイラたちは戦ってたんじゃなかったのかよ。だったらなんで三つ編みの姉ちゃんはそいつと仲良くしてんだ？オイラたちのこと騙してたってんのか？どうやらお人よしだけど間抜けってわけじゃないのね。ねえ、そうよ、私はあんたたちを騙していたわ。私の本当の目的は祖国ガルゲニアの皇帝になること。権力をこの手にしておじやウラシャ公会の奴らを一人残らず処刑してやるのよ。公衆の面前に引きずり出してあいつらの罪を告白させてやる。命を奪うだけじゃ済ませないわ。おいおい、話が見えねえぜ。なんで処刑なんて武装なこと考えてんだよ。この世界には生きている価値のないクズどもがたくさんいるってことよ。ねえ、あんたたち私の手駒にならない？私が皇帝の座についたらどんな褒美でも与えてあげる。悪い条件じゃないでしょ。悪いけど私は冷静よ。慌てふためいているのはむしろあんたたちの方でしょ。ハーゼさんがどうしてそんなことを考えてるのか私には分かりません。でも処刑とか復讐とか優しいハーゼさんには似合いませんよ。あんたたちならそう言うと思ったわ。どうせ私の事情を知ったとしてもあんたたちは別の方法を探そうって私を諭そうとするんでしょうね。いいわ、だったらあんたたちは用済みよ。私の復讐の礎になりなさい。我に見出されし仇よ。さあ存分に戦うがよい。先陣を切らせてもらおう。ぶっつぶす。まあ見てろって。さあかかってこい。押し通る。見果てぬ境地。砕けよ。見るがいい。竜殺しの刃。暗示が両剣違い。話してくれよ。遠からん者は音に聞け。錆びとなれ。目障り。これで決める。マルチパック殺狂レンジシー。名もなる者よ、滅びよ。砕けよ。
備えと行くか。サタミヤ、ミスコ見えたぞ、何時が滅び。どうだ、ミスコッコ、砕けよ。見るがいい、竜殺しの刃を。見果てぬ境地へ備えと行くか。やさま、シャッキョーレンジし。これで決める。どうだ。しばらくパック。何時が滅び。さあかかってこい。こっから全力な。先陣を切らせてもらおう。押し通る。メテオスラット。水を砕けよ。相手になるぜ。ぶっつぶ。まあ見てろって。助かったぜ。備えと行くか。おらそりゃ。サパサパ、ほっほ、砕けよ。ニトラの封印を解け。万事ことごとく成就せん。アストロスプレション。サパダ、シャッキョーレンジし。逆らうは何時が過ちと知れ。やつめの見果てぬ境地へ、いざ参らん。メテオスラット。シバルツパック。シャッキョーレンジし。シャッキョーレンジし。見つけよう、恐怖を。ふざけんな。許し。負けるものか。私に任せてくださいな。応援してますわよ。成敗して差し上げますわ。やさまにそこさみとなれ。目障り。やシャッキョーレンジし。しがれ。加速的光に過ぎぬか。勝利の美酒に酔うことなかれだ。他の者はこの世界から抜け出し、すでに彼方へと旅立った。全ては復讐を果たすために。
よかろう。ここまで関わりを持った以上、何時らにも知る権利があろう。ハゼさんにそんな過去が。ひでえ話だぜ。三つ編みの姉ちゃんが復讐したがるのも無理ねえな。で、お前はどうしてここに残ってんだ？そもそもお前は何者だよ？我が名はザ・ムーン。アーカルムシリーズの一柱なり。アーカルムシリーズの全ての聖少獣は元は異なる姿をしていたが、ワールドにより新たに作り変えられた。ワールドとは我らアーカルムシリーズの始祖たる聖少獣である。ワールドはアーカルムシリーズの理想郷たる新世界の創造を企んでいる。新世界の創造？今後白雨戦争に匹敵する大規模な戦争が勃発した時、必ず我らが勝利を果たせるよう、強力な空の民との戦闘のデータを収集する必要があった。そのデータ収集のため我らが戦う相手として選ばれたのがナンジラだ。オイラたちが？強者の戦術や知略は実戦において何者にも代え難い有益な情報。ワールドに操られた我はかの者に力を貸す見返りとして強者を差し出す契約を結ばせたのだ。そんなこと企んでやがったのか。でもよ、オイラたちにその秘密を話しちまっていいのか。ナンジラとの熾烈極まる戦闘により、ワールドに縛られていた鎖はほどかれた。我は一人うつしを漂う身。かの者はああ見えて芯が強い。我がいなくとも不撓不屈の精神で目的を成し遂げるであろう。ワールドの呪縛もかの者もなき今、我を従える者はなし。故にナンジラにこの身を預けよう。今この時よりナンジラが新たなる主である。